今日は新購入品オーケー、レッツゴー。こんにちは、ももかでーす。はい、ということで、ちょっと本日私ももか、お顔の美人良くないですか？はい、ということで、ちょっと本日ですね、先ほど私ももかの秋メイク紹介ということで、久々にちょっとメイク動画撮ったんですけど、その時にやった秋メイクなんだけど、めっちゃ良くない？個人的に結構気に入ってて、全体的に暖色系とかブラウンっぽい感じの色使ったりしたんですけど、めっちゃいい感じなので、またね、まだ上がってないと思うんですけど、近々上がると思うので、ぜひ見てください。ということで、本日は、久々に新購入品紹介、イエイ。ということで、本日も新さんでお買い物してきたので、紹介していきたいと思います。それでは、行ってみよう。まずお洋服で、じゃあデニムからにしようかな。ボトムスです。じゃーん。こちら、ハニースポットのレディースジーンズ、アーミーグリーンでーす。こちら S サイズでお値段が2156円でした。なんかね、匂いがなんかすごい潜在しい香りがします。なんか癖強めの。でね、こんな感じで迷彩柄の、まあ、アーミー柄的な感じのデニムなんですけど、これね、写真見た時の形がすごい可愛くって選んでみました。はい。で、意外としっかりしてるね。全然しっかりしてて、で、さっき思ったのが、唯一ここのボタンがめちゃ硬い。こう。取りにくい。ちょっと履いてみます。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じ。ね、ビビるほどジャストサイズでした。ダボっと履くのも可愛いんですけど、ちょっと今回はダボダボっていうよりかは、若干まあゆとりあるけど、まあちょっと細身がかってるかな、みたいな感じの形が欲しくて、これジャストでしたね。だから XS にしてもよかったかな、とか思ってたんですけども、そんなこともなく、ウエストもこれもぴっちり。ガチパッチリで、ガチぴったりで。ただ、身長157センチとかなんですけど、丈もマジでジャストフィット。ぴったりです。かわいい。めっちゃかわいい。これなんかペインターパンツっぽいですね。ここになんかトンカチとかそういうのかけるみたいなデザインなのかな。はい。かわいいでやす。ちょっとね、お腹が、ちゃがきついかも。次。続きましてはこちら、じゃーん。はい、続きましてはこちら。デイジー小花柄プリント、レタストリムブラウス。お値段が990円で、サイズは S サイズですね。はい、ということでね、このなんか重ね着できるタイプのやつがすごい欲しくって、このレースなんですけど、これ超可愛いね。で、なんか柄もなんか何種類か選べて、その中でこれにしたんですけど、めっちゃ可愛い。結構なんか、まあ、そんな伸びないかなって感じ。伸びそうな素材ではあるんだけど、その伸びはしない。ね。で、後ろがこんな感じでも、結構チャックがもうジャーンってある感じになってます。こちらちょっと重ね着めっちゃいいと思うんですけど、ちょっと着てみますね。せーの。はい、ということで着てみたら、こんな感じでーす。これね、可愛いよ、結構。このね、腕の部分がこうやっぱね、ひらひらしてるのも可愛いし、形も可愛いです。じゃん。見て、今。多分今、うち世の中で一番ガラガラで着てる人だと思う。どうですか？はい。これ結構重ね着にも使えると思うので、これめっちゃおすすめ。首も可愛い。トギ！続きまして、こちら。はい、こちら、デイジーのバッドウィングスリーブ、リブニットダスターカーディガンです。こちらお値段が1226円で、サイズは S サイズです。これはなんかね、どうやって着るのって思った方いると思うんですけど、これはもう全部羽織るっていうよりかは、もう着るけど、もうほぼなんか肩出しみたいな感じのやつですね。はい。後ろはこんな感じ。着てみます。せーの。はい、ということで着てみたら、こんな感じでーす。じゃーん、後ろはこういう感じでね、普通に垂れてんだけど、前がこう切れて、ちょっと肩出せるよ、みたいな。で、そのままいたらツルンっていっちゃうよ、みたいな感じのやつですね。はい。でも若干これ結構肩ツルツル滑っちゃうので、撫で型の人は注意ですね。普通に多分落ちてっちゃうと思います。うちとどっちかというと多分撫で型の方なので、ちゃんとこうかけてあげるって感じですね。はい、こんな感じ。でも普通にここやってやると脇はめっちゃガン見えするので、はい、そういう感じです。続きまして、こちら。シーンアイコンオフショルダージッパーアップクロップカーディガンでございます。お値段が1648円で、サイズが S サイズでございます。これね、めちゃめちゃなんかね、形も可愛くって、こう、どうやって着るねんと思うんですけど、こう、チャック下ろして、こうやってやって着る感じですね。ここが襟になる感じですね。はい。
着てみます。せーの、はい、ということで着てみたらこんな感じです。じゃーん、超かわいいよ。でもこれ思ったよりももう私 S サイズ、身長156センチとか7センチで S サイズで、もう腕とか、まあ、ここら辺は意外と余裕があるんですけど、こう腕がやったらもうびっちりですね。もう本当にぴったりって感じ。だから逆にあったかいかもしれない。でここもこうやって下ろしてもなんかもうちょっとこう広げたりできるんですけど、これ以上下ろすと一気にこのチャックの裏地が見えちゃってあれなので、まあやっぱこれぐらいがそう正規の広げ方なのかなってくらいですね。でちょっとこれ下に私今タンクトップを着てるんですけど、これと着るとまたいい感じかも。じゃーん。ホームページの写真の感じだともうガンガン肩までがっつり下げてる感じなんですよ。で襟ももっと大きいみたいな感じなんですけど、若干襟もこう広げれるサイズもちっちゃめで、まあ出さなくても別にもっと可愛く着れるかなっていう感じですね。これ全然あり、可愛い。続きましてはこちら、2023韓国シンプルなデザイン、冬暖かいビーニー帽子バケットハットどういう名前、そしてどこがバケハやねん。でこれお値段が696円で、まあ、サイズはフリーサイズですね。で私なんかね、このもうすぐ、まあ、もう寒くなってくるじゃないですか。でその中でこのビーニー、モコモコのビーニーがめっちゃ可愛いなと思ってて、ピッチリのニットとかのビーニーってなんか前髪とか崩れるじゃないですか、もうピッチリベチって感じだから。なんだけどこのゆるくかぶれるタイプのビーニーをすごい気になってて、今回ゲットしました。これ可愛い。でこれカラーが一応ベージュなんですけど、もう一個がアプリコットっていうもっとブラウンっぽいのとブラック、3色ぐらいありました。かぶってみます。写真だと結構ゆったりかぶれてるんですけど、実際どうなのかっていう。でも結構見た感じタプタプいけそうだけどね。どっちこうか。あーね、あーね、あ可愛いじゃん、可愛いじゃん。あ全然いい全然いい、こういうことこういうこと。まあ、やっぱりちょっとあの前髪をこの潰さずにっていうのはもう帽子上無理なんですけど、全然ねいける。なんかねがっつり潰されてない、ゆとりがある感じで、結構私のこれあれかも、理想、想像通りっていう理想のやつかも。この触覚巻いてない方が可愛いね、このビーニーの場合は。まっすぐのが可愛い、はい、こんな感じ。後ろ髪でもこんな感じ可愛い。こういうこと、ここが欲しかったの、うちこのこの余りが。耳も隠れるのでめっちゃあったかいです。ちょっとここでおまけなんですけど、私ももかこちら iPhone ね変えてスマホケース買ったんですけど、なんとこのスマホケースもね SHEIN でゲットしたので、結構ねこのスマホケースどこのっていうのも結構聞かれてたので紹介します。こちらですね、これケースね可愛いよね。これ透明なんですけど、今回私 iPhone15 にね変えたんですけども、もう15といえばこのピンクで、ピンクをちゃんとこの前面に出していきたい、せっかくピンクなら隠したくないということで、このちょうどいいこの透明なやつにしました。でこのウェーブかかってるねデザインもすごい可愛くって、ちゃんとなんかここの音量ボタンとかもしっかりこのカバーされてる感じが私的に好感度高かったので、はい、これでこう貼ってます。めちゃめちゃ可愛い。普通にここになんかシールとかさ挟んでもすごい可愛いと思う。しかもウェーブ状だからね持ちやすいね、はまってくれる。これおすすめです。確かシーンでこれ300円ぐらいでしたね。はい、ということで今回は久々にシーンさんでお買い物したよということで購入品紹介しました。いかがだったでしょうか。もうこれからね秋冬やっぱね寒くなってくるとねおしゃれも楽しめるようになってくるので、すごいね楽しみです。ぜひ皆さんのシーンでのお買い物の参考になったら嬉しいです。それでは皆さんバイバーイ。この服ね動いてるとね上に上がってくるから、どんどんねこのフリーザみたいになってくる。A little nonsense is what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure.